ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説ムジュラの仮面、ゼルダの伝説ムジュラの仮面は、任天堂より2000年4月27日に発売された、任天堂64用 3D アクション RPG、ゼルダの伝説時のオカリナの続編。2015年2月14日に、リメイク作である任天堂 3DS 用ソフト、ゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D が発売された。 1998年に発売されたゼルダの伝説時のオカリナの続編で、前作から約1年5ヶ月ほどで制作された。情報公開当初は、ゼルダの伝説外伝のタイトルで発表されていた。大まかなゲームシステムは、時のオカリナのものを引き継いでいる。一方、後日のように、3日間システムや仮面による変身要素など、 前作とは大きく異なるシステムも搭載されている。前作をプレイしたことを前提とした作りで、ヒントや説明が少ないことから、シリーズの中でも難易度の高いものとなっている。周辺機器、メモリー拡張パックを、任天堂 t e n 64本体に装着しないとプレイ、できないため、同機器を同梱したセットも発売された。第5回日本ゲーム大賞で優秀賞を受賞。 バーチャルコンソールとして、Wii 版が2009年4月7日より、Wii U 版が2016年6月29日より、配信が開始された。ハイラルの世界を、巨悪から救った、少年、リンクは、元の時代に戻り、その後人前から姿を消し、愛はのエポナと共に、放浪の旅を続けていた。それは、かつての冒険で別れた大切な友を探す旅であった。 ある森の中を通過しているとき、リンクは突如、奇妙な仮面を被った子に、スタルキットに襲われる。そこでリンクは、以前に、ハイラル王国のゼルダ姫から受け取った、楽器、ジノ・カリナを、エポナモロとも奪われた挙句、植物のような種族、デクナッツの姿に変えられてしまう。リンクは、スタルキットを追いかけるが、そのうちに見知らぬ町へたどり着く。そこは、 巨大な時計台を要するクロックタウンという街だった。クロックタウンがあるその世界はハイラルとは似て、ヒナル、異世界、タルミナで3日後に月が落下して滅亡する運命にあった。リンクは街で探索を続け、3日目の夜世界の滅亡が迫る直前にスタルキットを追い詰める。そこでジのオカリナを取り返したリンクはゼルダ姫から教わった曲、 字の歌を奏でる。するとリンクは光に包まれ、時間を逆行していった。リンクは、クロックタウンを訪れた日の朝に戻っていた。そして人々の様子や、上空の月の状態もまた、街を訪れた時のように戻っていた。その後リンクは、時計台の中にいる、幸せのお面屋に会い、そこで教わった、癒しの歌の効果によって、元の姿に戻る。お面屋は、 スタルキッドが被っていた、ムジュラの仮面にまつわるいまわしい歴史と恐ろしい力について語り、一刻も早く仮面を取り返すようリンクに迫る。リンクは、その依頼を受け、ムジュラの仮面を奪還するため、そしてタルミナ滅亡の運命を変えるため世界を冒険する。冒険の舞台となる世界、タルミナには、タルミナ平原の中央にあるクロックタウンを囲むようにして、それぞれ沼地、 雪山、海岸、渓谷が広がる4つの地方がある。本作では、前作、ジノ・オカリナのキャラクターに似た人物が多く登場する。クロックタウンとタルミナ・ヘ原ゲン・ミルクロードの登場人物ウッド・フォール・スノー・ヘッド・グレート・ベイ・カーナ、その他、ムジュラの仮面 3D に登場する、ボスキャラクターの多くは、動きや戦い方が、ニンテンドー64版とは大きく変わり。 目玉のような形をした弱点が追加されている。ここでは、ムジュラの仮面で特徴的なアイテムについて解説する。本作では、こうむることで、リンクの姿が大きく変わるものを仮面、それ以外のものをお面と呼んでいる。なお、日本国外版では仮面、お面のような呼び分けはされていない。仮面お面、ゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D は、 2015年2月14日に発売された任天堂 t e ー d 3DS 用アクションアドベンチャーゲームシリーズでは4作目のセロ B 作品となる。任天堂 t e n 64版のリメイクでゼルダの伝説時のオカリナ 3D と同様にグレッツオが開発を行っている。これら以外の変更点は以下の任天堂 t e n 64版とその他の相違点を参照。 ニンテンドウ64版のスタッフも参照。Wii U 版では実機に近い仕様になっているほか、明度を下げる代わりにエフェクトに手を加えていない。ゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D に関するカテゴリー。ありがとうございます。